どうも皆さん、おはようございます。顔出しレイギャルンやで。うわー、眠てー。ちょっと仕事から帰ってきて、ちょっと今直接撮影の方してるんですけども、あー、ちょっとね、また朝食を食べてないわけなんですよ。でね、もうすごいお腹空いてるんですけど、今日はなんとなくお米が食べたい気分なんですよ。でね、一応ね、冷蔵庫やら下に置いてあるね、ものをいろいろね見てたんですけどね、パン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 しかない。くまいが食べたいです。というわけでこちらを購入いたしました。ネオブメカ式ジャー炊飯器。炊飯器です。いやー、やってしまいました。でもね、一応こちらアマゾンで、2700円で購入いたしました。いやね、普通炊飯ジャーって言ったら1万とか結構しますよね。すごいお買い得だったんで、ね、ちょっとね、ネタで買ってみましたでね、私はもう今すぐ米が食べたいと。ということでね、この炊飯器で炊くお米、そりゃもう上等なやつじゃないとダメでしょう。今回はこのお米を食べたいと思います。プレミアム花よまい。いやもうね、発売、いやもう先行発売の時点でもう予約して購入しました、もうこれはね。でね、ずっと食べたかったんですけど、あのうちの炊飯器使って食うのもなってずっと思ってて、もうね、奮発して今回新しい炊飯器をね、マイ炊飯器を買いましたので、その炊飯器でこちらのお米を炊いていきたいと思います。もうなんならもう今すぐね、もう炊いていきましょう。おー、すげー、炊飯器やー。はい、こちらのね、結構コンパクトで結構しっかりしてます。で、ちょっと軽いでね、ちょっとこれね、すごいちょっとね、ここら辺のこの黄緑感、この黄緑感ちょっとね意識してます。おうおうおう、あ、これね、お米の測るカップね、これ。あ、結構、あ、すごいぞこれ、軽いわ。一応こちらね、3合炊きになってます。1合炊きだったら大体20分から25分で炊き上がるそうですね。3合でも30分から35分で炊き上がるそうです。すごーい。別に今食うだけやか、別に1合ぐらいでええか。うん、でも3合って結構やしな。うん、 1合ぐらい炊きましょうか、これはね。じゃあ早速ね、まずはお米を洗いに行きたいと思います。はい、じゃあお米洗ってきましたんでね、早速入れたいと思います。ほっほっほっ、すげえ、マジでなんか料理番組やってるみて。じゃあ水入れたいと思います。はい、じゃあ早速ねセットしていきたいと思います。これをよいしょっとセットして、まあ蓋閉めるでしょ。あ、これから電源まず入れるんだな、これ。スイッチオン。これをよいしょ、あ、つきましたね。はい、これで準備完了でございます。ではだいたいまあ30分ぐらいかな、30分ぐらい待ちたいと思います。せーの、はーいはーいは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 い、おーはい、おーはい、おー、ご飯炊けたよー。ということで、はい、スイッチが上に上がっております。炊き上がりましたね。いやー、楽しみやで、これ。てかもうマジで腹減った。もうほんまにもう、やばい。じゃあ早速、開けたいと思います。オープン！おー！うまそう。あ、硬さばっちり。あ、結構イチゴってあるな。あ、おうおうおう。あー、曇る！いやもうね、魚沼さんのコシヒカリですからね。花の舞ですからね、かよちんですからね。
はい、炊きたて、やばいぞこれは。おお、腹減った。ピャー、炊きたてご飯ですよ皆さん。いや、まあレイギャルね、 YouTube やってるんで、もう食レポとかね、もうお手のもんですわ。もう余裕ですわ。もうじゃあ早速いただきたいと思います。あ、このご飯美味しい。これはね、カヨチンに対する愛情なのかもしれないですよ。でもね、すごく美味しいです。やっぱもう米が一番うまい、ほんまに。はい、完食。炊飯器に至っては普通に2700円で普通に美味しいご飯炊けましたんで、買ってよかったんじゃないかなと思います。そして何より花よまいが美味しかった。今回もご視聴ありがとうございましたね。最近皆様から数多くのコメントをいただいております。で、すごくね、私レイギャルの励みにもなってますので、改めましてこれからもレイギャルのことよろしくお願いいたします。極力ね、コメントの方は一応返すようにはしておりますが、もしかしたらちょっと遅れてしまうかもしれないので、そこら辺はご了承ください。ご視聴ありがとうございました。レイギャルンでした。ではでは。